ご着席ください。全体を代表してユン・ウォンジュン教会長の報告祈祷となります。尊き天の父母様、勝利された天地人誠の父母様、天一国10年5月14日6月第2週の尊き聖日礼拝の時間を迎えてまいりました。この時間、天苑宮天正教会三大権の祝福家庭たちがの礼拝ですので、聖詠と賛美をお受けください。治癒と慰労の時間が、天の父母様の新条件が染み込んだ自然万物の青さの青い豊かさとともに捧げられることを願います。愛する天の父母様、この祭壇に大きな変化をもたらしてくださいました天苑宮天正教会の出発の期待を立ててくださいました。すべてを観察しておられる天の父母様の判別が正しく、この祭壇に勝利的新たな名前をくださったと信じ、心から晴れる立場にいる牧会、公職者、神職メシア、そして祝福家庭全員が新たな出発の場で新たな計画を模索し、新たに決意する意志を持てるように導いてください。今まで残訴条件、否定の痛みを克服し、他人の知らない中で築いてきた信仰期待により、今日新たな服を着て新しい希望の時を迎えましたので、天の父母様、私たちの信仰に勝利的条件を立ててくださり、天の父母様の願い、誠の父母様の願いをこの祭壇で必ずや実現させることができるように共にやってくださらんことを切に願ってやみません。愛なる天の父母様、いつもそうであったように、皇帝は無限なる発展の証であり、否定は敗退の象徴です。従順により勝利的信仰の基台を立てて、勝利者として立ててくださり、与えられた信仰を立てていくことができますように、天とともに信じて進み、イスラエルという信仰の勝利の名前を受けたヤコブを手本としていくことができますように、天一国安着に向かって必ずや勝利権を立て、一つの峠を越えていかなくてはならないこの時、この祭壇が宿命的な立場に立っておりますので、ヤコブのように天一国の信仰の勝利者としての証をいただけるように、歩める祝福家庭となれるよう、天の父母様はどうかそうなれるよう導いてください。霊性が衰えているならば、新たな出発の時に非常に困難が伴うことと思います。ですので、私たちの霊性が常に目覚めた立場に立てるように立たせてください。そして天の摂理の変化にすぐに感知して、新しい変化を受け入れられるように導いてください。ビジョン2027に向かう60ヶ月露呈、この国の政府の新たな出発とともに、御胸が連動し新たな出発を迎えています。その中心に新教員国天苑宮天正教会が大きな使命を与えられて出発することとなりました。私たちの意思を超え立てられた国家の基台が新四三の中に染み込んでおりますので、私たちの共同体が誠の愛で天一国の希望の光として照らされるよう、新統一韓国安着に向けた天一国の勝利者の祭壇となるよう、天の父母様どうか共にやってください。この時間、喜びの礼拝の時間となるように、はべって奉仕する礼拝の時間に賛美と称栄をお受けください。新たな決断を決意する恵みの時間となることをなるよう導いてください。切なる思いが込められた涙の奉献の上に、天の無限なる祝福の恵みが満たされますように、このすべての言葉を祝福中心家庭ユノンジュンの名により天の前に報告申し上げます。アーチュー。